皆さんこんにちは、本日は高い土手でボールをバンカーから脱出させるレッスンをしていきます。高い土手のバンカーに入ったら、まずボールのポジションアドレスをしっかりと作る必要があります。足を大きく開いていただき、ボールのポジションは左足の前に置いていきます。スタンスのラインは目標方向よりもオープンスタンスにして構えていきます。このようにして重心をぐっと下げます。下げる分ボールと体との距離は少し離れていきます。フェースの向きは開いて2時ぐらいに開いて握ります。ここは通常通り握って開くのではなくて、開いてから握るように意識をしてください。ここで上げたい高さに目線を合わせて、このように見上げている状態の肩のライン、腰のラインをキープしてアドレスを作ります。このような形です。このような形にするといかにも高いボールを打つというようなイメージが湧くアドレスが作られます。この時にこのようなアドレスだと、ボールどうやって上げるのかなっていう印象のアドレスになってしまいますので、上げたい高さに目線を合わせるっていうのが非常に重要なポイントになります。この形です。手をあまり前に出さないようにセンターあたりで構えていきます。アドレスはこの形で OK です。はい、続いてスイングに入っていきます。ここでこのようにアドレスを作っていただき、フェースを開く。ここからスイングは気持ち高い位置にアウト気味に上げていきます。こっちには絶対引かないようにしてください。インサイドに引いてしまうとフェースを開いている分ネックに当たりやすくなって、シャンクして前の方のバンカーに移動するだけになってしまいますので、アウトに上げて高い位置から低い位置へと抜いていきます。このようなアドレスです。スイングは高い位置から低い位置、これで高いバンカーは脱出させることができます。それでは一度打ってみます。左足を地面に埋めていきます。ここで砂の硬さをチェックしてください。上げたい高さに目線を合わせて状態の形を作ります。フェースを開いて握ります。腰を落とす。この膝の角度をキープして、あとは振り抜くだけです。はい、このようにアドレスをしっかりと作るというのがポイントになってきます。アドレスを作って振り抜いていけば、簡単に高いバンカーも脱出することができます。以上で本日のレッスンを終わります。